すごいよね。500年さ、戦いが続くって。まあ、リボーンはね、私、ブルーレイを持ってるぐらい好きな。はい、おはすみよし。バーチャルシンガーソングライターの本すみよしなのです。今日は、キングダム2、遥かなる大地を見てきたんで、その感想を話していこうかなと思います。例によってネタバレなしからありに変わっていって途中で警告しますんで、よろしく。まず、キングダム2、遥かなる大地、A だ。A がつく。キングダムは、原先生の作品ですね。漫画ですけど、ですね、映画化2本目です。結構前に1本目があって、私これ見て感想を話してると思うんですけど、まあ最後エンドカードに覚えてたら載せときますね。まあ戦国時代もの、中国の戦国時代ものです。中国って、周の時代から秦の始皇帝がさ、中国を統一するじゃん。それまでの間、周っていう国が分裂して、してから、500年ぐらいさ、統一されない感じ、春秋戦国時代っていうのが起こってたんですって。すごいよね、500年さ、戦いが続くって。なんか、やっぱスケール、でかいなって。まあ、広。うん。まあ、ずっと戦争してたわけでもないだろう。あれなんだろうけど、まあ、なかなか、すごいな。まあ、その終盤ですよね。最後に、秦が中国を統一するんですけど、まあ、その工程の話です。この、さ、まず正確に違う。その工程のいる時代の話。主人公は奴隷から成り上がって、まあ、後に皇帝になる王様、秦の王様を助けるんですよ、みたいな話が、まあ前作のキングダムだったんですけど、まあ今作、まあ奴隷から這い上がった剣士だよね。うん。奴隷から這い上がったっていうか、まあこれから這い上がりますみたいな感じです。天下の大将軍になるのが夢みたいなやつよ。で、今作は、その、秦の隣の隣国、魏。まあ、三国時代のね、魏と同じ名前ですけどね。あの魏との、奪還平原というのかなでの戦い。合戦。海戦ですね、主力同士がぶつかり合う戦い。あれを描くということ。もう、この一戦だけを基本的には描いてて、あとは付け足しですよ、ね。その前後をちょっと書いてる、みたいな。ネタバレのない感想としてはね、まず CG とアクションが素晴らしいです。邦画、まあ今の邦画結構物によっては良くなってるんですけど、だからアクションに関して言うと、まあ、かなり面白かったですね。まあ、若干ね、あの映画の演出的な話で、こう間が戦いの間としてはおかしいような、編集もあったりするんですけど、まあそんなボケっとしないだろうっていう。驚いてもいいけど、驚いてすぐこう行動するでしょうって思うところはある。そういうフラストレーションあるんだけど、まあ実際にこう体を動かすね、シーンとかはとても良かったですね。で、アクション監督がですね、まあ下村雄二さんって、バーサスとかリボーンの監督です。まあ、バーサスとかリボーンは、今、YouTuber さん。タクチャンネルっていうのやってる。坂口拓さんの、が主演した、あんまり予算がかかってないような作品なんですけど、まあ、リボーンはね、私、ブルーレイを持ってるぐらい好きな作品なんですけど、まあ、そんな。やつですね。まあなので、まあアクションがいいのはそうでしょう。まあ、ちなみに、狂い武蔵っていう最新の
下村さんと坂口さんがやってる作品は見てないですまあそれはいいんですけどね。あと橋館映画ですね。一応橋本環奈ちゃんが出る映画なんですけど、今年初じゃないかな、橋館映画。そして今月もう一作見そうな気がしてるんですけど、どうでしょう、バイオレンスアクションっていうのは再来週かな、クービルだと思います。見ようかなとは思ってるんですけど、まあ他のライバル次第ですね。まあただ橋館の出番は少ない打艦平原での戦いに参加してないんで、まあ少なかったですね。まあその代わり別のキャラクターが出てくるみたいな感じで、まあストーリーとしては向こう水な主人公が成長していく、まあ向こう水な主人公だけじゃないね、向こう水な人間がこう成長していく、その、まあ、知恵を得ようとして成長するという話、まあ心理的な打艦平原での戦いを 見たことで、主人公に関しては打艦平原での戦いに参加したことで何かが変わっていくということです。でもう一つは大切な人の目標を引き継ぐ人たちっていう、こうテーマがもう一個ありますね。でさあ、まあいいんだけどさまずそれからスタートでさ、大将軍になろうとするのはいいのだが、まあただ個人的にはね、自分の夢をさ生きてほしいなって思うわけだから、どこかで主人公とかがさ自分の夢を見つけてほしいなとは思うんですけど、まあ漫画の方原作を読んでないんでどうなるのかは知りませんで、まあ主人公がまあ大きな戦なんで、主人公はまあ一回の、戦士なわけですよ、歩兵なわけですよ。体力を自分でコントロールするっていう立場にはないんだけど、対局を左右する鍵になってくるっていう、まあ、感じだよね。そこが、まあ、ストーリーとして、もう、なんかちゃんとよくできてるよねっていう。主人公が、その、戦局をさ、自分でこう作り出してるわけではない、ない。受け身受け身で戦いに巻き込まれてるような感じ。まあ、そこで必死に死地を乗り越えていくっていうことなんだけど、まあ、それによって、この大きなね戦場が動いていくという話で、すごくバランスのいいポジショニングだなって思います。まあというわけでですね、プロットも映像もかなり良かったんで、おすすめです。やっぱ最近の方がねレベル上がってますよね。やばいやつもありそうですけどじゃあ対ショック対ネタバレ防御してください。いきます。ネタバレのある感想。神話的なね、構造をきっちり押さえてるんですよ。戦場に赴いて、敵の、まあ、副将みたいなやつを倒して、そして、なんとかかんとか帰還すると。まあ、山っていうか、丘があって、平原に丘があって、丘の上に敵陣がね、あるんだけど、敵の副将がいる面があるんだけど、まあ、そこに向かって行って、そこに潜入するというか、ここがまあだから異世界ってことだよね。異世界があって、まあそこで試練があって、それをどうにかして戻ってくるということですね。ちゃんとした構造になっているわけですよ。で、帰還するときに、まあなんか試練があるんだけど、まあそれはなんだかんだでクリアされるという感じですね。で、大きな戦いをね、決めてるのは将軍なんですよ。もちろん、将軍同士、大将軍という主人公の真の目標となるような存在だよね、将軍っていうのは。で、その目標となる将軍がどれほどすごいのかっていうのも見せつつ、主人公真が全体の戦局を動かすキーになってるっていう、もうすごいいいバランスだったよね。これは多分原作力だと思うんですけど、でそれをまあ見せる CG アクション、そしてこうまあなんだろう、映画のどこを切ってこう見せるかっていう映画の脚本とかね、
その辺も良かったですね。ちょっと気になるのは、まあ、邦画的な演技の部分それはちょっと気になったけどね。まあ気にせず見たらいいと思います。それはいいとこ見ていきましょうさあ、あとね、新王が手を出せない存在が出現するんですね。まあ、呂不韋ですね。まあ、史実にも出てきた人ですけど、この呂不韋がやばいやつとしてこう出現して終わるって、まあこれが2023年、来年ですね。来年に、キングダム3続編に続くよみたいな感じで出てて、まあ2023年に出すってことは、ひょっとするともう撮影は終わってるのではないかと思うんですけど、どうでしょう。そんなことないかな。まあ、わかんないですけど、中国ロケとか終わってるのかもしれない。知りませんよ、全然知りませんよ。結構なペースで次の続編が出るんだなっていう感じですね。あとね、まあ橋勘もそうなんですけど、もう一人覆面の女っていうカテゴリーのキャラクターが出てくるんですよねなんか覆面の女好きだなって思いました、まあ、暗殺者集団の女でめちゃくちゃ強いっていうキャラクターなんですけど、あのね、そう、この覆面の女の動きがね、とっても良かったですよ。中国武術の剣術の動きが入ってて、おー、なんか、それっぽいって思って。いいなって思いました。ただ、この覆面の女がね、教会って言うんですけど、暗殺者集団で、暗殺者一人を作り出すために、こう全員戦わせて、残ったやつが暗殺者になるんだっていう話なんですよ。そんな効率悪いことするんだみたいなコスパ悪すぎだろって思うんですけど、まあそれはいいとしてやるんですけど、まあその姉と慕ってるような人がさ、首と胴を切り離されて死んでるんですよ。まあ過去の回想でね、首と胴を切り離されて死んでる。で、その首を抱きかかえるって泣くっていう、こう感動的なシーンがあるんですけど、このさ、抱える首が、まあ明らかに作り物なので、軽いんですよね。もうちょっとなんかさ、重い材質で作れんかったのかなって思って、まああれのせいでさ、あ、頭軽いって思った。ここは気になったところです。まあでも全体としてはね、とっても良かったですね、キングダム。まあ2023年続編も見たいかなと思ってます。そんな感じですね。いや、映画って本当にいいものですね。それでは、さよなら。